三月期、中島敦、天保の末年、李朝は秀才で知られ、若くして高級官僚の一員に名を連ねた。しかし性格は固い字で存在な自信家だったので、今の地位では満足できなかった。李朝は役人を辞め、その後他人との交際を断ち、ひたすら施策に励んだ。しかし文明は上がらず、李朝の自尊心を大きく傷つけた。そしてついに李朝はある夜半に顔色を変えて飛び起きると、わけのわからぬことを叫びながら闇の中に駆け出し、二度と戻ってこなかった。その翌年のこと、李朝の旧友である塩さんが林の中を通りかかったところ、一匹の猛虎が草むらから踊り出た。虎は塩さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだったとつぶやくのが聞こえた。塩さんはその声を聞くと思い当たって叫んだ。その声は我が友李朝ではないか。いかにも自分は李朝である。塩さんは草むらから聞こえる声と対談した。李朝によれば、昨年闇の中を走るさなか、次第に体中に力がみなぎるのを感じたという。気がつけば全身に毛が生えており、虎になっていたのだと。今でこそ人の心があるが、そのうち身も心も虎となるだろう。その前に自分の死を後代に伝えなくては、死んでも死にきれぬという。塩さんは草むらの中から朗々と響く李朝が詠じる詩を聞き取った。塩さんは李朝の素質は第一流であると確信しながらも、一流の作品となるにはどこか欠けているものがあるのではないかと感じた。自分がなぜ虎になったのか思い当たることがあると李朝は言う。尊大だと言われた自分が人との関わりを避けたのは羞恥心からであった。そして確かに自分には自尊心があった。だがそれは臆病な自尊心であった。この尊大な羞恥心と臆病な自尊心が己を虎に変えたのだ。そう言うと李朝は塩さんに別れを告げた。塩さんはしばらく歩いて先ほどの草むらを振り返ると、一匹の虎が現れた。虎は白く光を失った月を仰いで、二声三声奉公したかと思うと、また元の草むらに踊り入って、再びその姿を見なかった。おしまい。補足。1942年発表。
方の時代に書かれた人古伝をもとにした小説。尊大な羞恥心と臆病な自尊心は己の良心を食らう虎であり、大きくなりすぎると人間として大切なものを失うのかもしれない。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。